マイク大丈夫そうですかね。さん、こんにちは。いつもありがとうございます。今回は、前回書き終えた C3PO を剥がして、何か書こうと思ってるんですけど、あー、やべ。うかつに剥がすとね、紙がめくれちゃうんですよね。ダメージを受けてしまう。カメラに切り替えよう。カメラの切り替えをやる予定にしてたんですけど、ちょっといろいろあって、昨日丸一日潰れちゃって何もできなかったんで、またしても iPhone カメラのまんまです。で、前回なんか、ちょっと画面が明るくなりすぎちゃって白飛びしてたんで、蛍光管を一本抜いて、蛍光管直、直管の蛍光管が2本ついてるんですけど、こういう。で、これはね、NEC の高炎色ってよく配信の中で言ってるやつですね。高炎色の管です。あ、ここに書いてある。炎色 AA って書いてあるんですけど、あれ、フォーカスが合ってないかな。オートになってないかも、フォーカスが。ここに炎色 AA って書いてある。なんか微妙にピンボケてるな。この炎色 AA とかっていうのが色がどのぐらい正確に見れるやつですっていうやつですね。これを剥がして次の紙を貼って準備しておく予定だったんですけど、それもできなくて、さっきね10分ぐらい前にここにまだ入ったばっかりで、カメラをセットして蛍光管を抜いて水を入れ替えたらもう時間になってしまいました。で、来週ちょっと1週間よそに行って仕事をする予定になっていて、休むか、ひょっとしてできればホテルからやるか、まだ考えがまとまってないんですけど、あ、竹友さん、こんにちは。で、今困ったのはあった。水彩紙が。結構大量にカットしたんだけど、まただいぶなくなってきたな。今日は一応前回言ってた、何でしたっけ？ヘルボーイを書こうかなというふうに思ってます。なんかね、久しぶりに色鉛筆会とかデジタル会とかそういうのもいい気はするんだけど。あ、ホテルからとか、あれですね、デジタル会だったらホテルからでも、カメラとか照明とかいらないんで、やりやすいですよね。
食べるのがはかどるんですか。出張とかじゃないんで、ただ単にちょっと詰めて作業するっていうだけなんで、多分あの食の楽しみとかは特にそんなにないと思いますけど。あの出張した時になんか美味しそうなものを食べたりとかしてるのも、結局あのセミナーとかあとイベント行ったりとか、そういう活動が絵を描く人で、そのそんなにそういうことをしている人がさもいないのでやっているっていう感じで、あ、何気にこのなんかボードに貼る作業カメラの前でやるの初めてかもしれないですね。あれ音楽出てんのかな、多分切り替えたと思うんだけど、切り替えてありますね。そうだそうだ、前回あの音のフィードバックが僕のヘッドホンに来ない状態になぜかなっちゃったんですよね。なんかちょっと繋ぎ替えたりとかすると調子が変わっちゃうんで、なんかもうちょっと安定した状態にならないかなと思うんですけど、でもいつも貼るときはこんな感じで端っこから3ミリぐらいのところでなるべく貼るようにしてるんですけど、でこうやってやるとあの写真の L 版みたいな感じで最後剥がした時の仕上がりが、あ、ありがとうございます。もうすっかりオーディオチェックがオルナインさんにおんぶに抱っこになってますけど、こんな感じに端っこだけ白く残って L 版みたいな感じになります。で昨日じゃない、この間のあの、猫ちゃんも、猫ちゃん最後サイン入れずに終わりましたけど、サイン入れなかったのは、あとここにこう、煙を入れたいんですね。あ、グルービング、風の森リーさん。なんだっけ、風の森リーさんはなんか、こう呼んでくれっていう名前があったような気がしたんだけど、すみません、忘れてしまいました。読むと長いから短く読んでいいよみたいなことを言っていたような気が。で、特になんか雑談ネタとかもそんなにないんで、最近あれですよね、でも。結構真面目に下書きをいつもしている。初めの頃はもうなんか、下書きとかいらないみたいな感じで書いてましたけど。今日は一応、2時間から3時間ぐらい、2時間半で終われるといいなっていう感じですか。なんか下書きの書き具合っていうのが結構いい勘どころっていうのがね。あ、ゆうてやさんこんにちは。なんかそう、日曜の配信予定入れてるつもりにしてたんですよね。ああ、これどうしようかな、入んねえな、もういいか、入んなくても。日曜の配信よって入れてるつもりにしてて、さっき結構ギリギリに来てもうスタートするだけだなと思って開いてみたら予約が入ってなかったっていう。一時期結構あのルーチン化してて、ああでもやっぱ入んないとかっこ悪いな。でも角全部入れちゃうと結構なんか小さくなっちゃうんだよな。いいか、元のデザインを曲げてこの辺ちょっと先っちょ見えてる感じに曲げちゃおう。
今日はヘルボーイを書きますけど、一時期結構、日課のようにして、やることをリスト化して、それをこなすみたいな感じにしてやっていた時期があって、その頃は配信終わって、すぐに OBS から、リゾルブに取り込んでとかっていうふうにしてたんですけど、なんだっけ、最適化メディアを作らないと編集がうまくいってなかった時期はそうやってたんですね。そうしないと編集が全然できなかったんで。でもだんだんその辺も効率化されてきて、で、最適化メディア作らなくてよくなったら、逆に学校に近いと、あ、山地さんこんにちは。学校に近いと遅刻する子みたいな感じで。事前に備えるっていう意識を強く持っていなくてもできるっていう風になったら、また気が緩んで、みたいな感じですね。なんかストイックだって言われることが多いんですけど、基本緩い性格なんで、気を緩めるとあっという間にゆるゆるになってしまうっていう。このヘルボーイって腕はめちゃめちゃ太いんだけど、腕とか結構バキバキなんですよね。俳優さんもなんか肩幅とかすごい大きく見えるんだけど、肩周りとかなんかメイクで入れてんのかなっていうぐらい、すごい肩幅があるんですよね。で、コート着てて前はだけてて、いう感じで、めっちゃかっこいいんですけど。ヘルボーイはギレルモデルトモ、ギレルモデルトロの監督の映画が、1作目と2作目はデルトロ監督の作品ですけど、デルトロ監督は、ヘルボーイ撮る前は、パンズラビリンスっていう映画を撮ってて、そっちはなんか、ちょっとおとぎ話っぽい感じの、部屋の中に秘密の通路みたいなものを見つけて、女の子が入っていくっていう話は、あれ？それコララインと混ざってるかな？コララインと混ざってるな。森の中でなんか妖精みたいなやつに会うんだったかな？パンっていう、ギリシャ神話の神様で、ヤギの角を持ってて、人間の体でヤギの角で、足がヤギ、下半身がヤギ、みたいなやつだったと確か思いますけど。で、まあ、その時から出てくる、クリーチャーのデザインがすごい独特で、で、ギレルもか、デルトロ監督は自分で絵も描かれるんですけど、だから、なんだっけな、富野監督がガンダムとかのメカデザインの結構大枠かなりそのままみたいなものを、ラフを渡して小川原さんが、メカデザインされてるっていう話になってますけど、多分ギレルモデルトロも、いや、違いますね。今話をしているのは、デルトロ監督の、ヘルボーイの話をしていて、ヘルボーイじゃない、デルトロ監督の、が、ヘルボーイ撮る前に撮った、パンズラビリンスっていう、やつの話を今してました。でね、すごい面白いクリーチャー出てくるんですよね。両手にこう、顔の前にこうやって両手を開いてて、ここに目があるんですよ。この手のひらに目があって、顔の前にこうやってやると、目の前にこうやって両手を開くと、目があるっていう風なデザインの。で、顔には目がついてないんですね。そのデザインとかはかなりインパクトありましたね。あ、しまった、なんか、
サイズ感が全然違う風に書いちゃったけど、まあ別にこのままじゃないといけない理由はないんで、適当にそのままいっちゃいましょう。あの、仕事してる時とかでも結構、細かいところの書き込み延々やってる時とか、喋りながらやってると調子よく進むんですけど、問題はあの書きすぎちゃうんですよね。で、今も、あの、ちょっとデルトロさんの話をしていて、ちょっと書きすぎてしまいました。でもデルトロ監督は本当になんか面白い監督だなと思いますけど、なんか変わった映画ばっかり撮りますよね。ね、変わった変な映画ばっかり撮ってるし、変なクリーチャー出てきたりとかみたいな、そんな映画も結構撮ってるんですけど、まあ、この間友達に教えていただいて、Amazon のプライムビデオに、なんだっけな、彼らは生きていた、放題彼らを生きていたっていう放題の映画が出てるんですけど、まあ、その映画の監督もしていて、それは戦争映画なんですけど、何の時の戦争かな、ノルマンディーだかなんだか、あの、第二次世界大戦の時の記録映像だけを集めて、で、それを全部、スキャンしてレストアして、で、一本の映画として見れるような形にしたっていう。だから、新しいセリフだったりとかそういうものは何もなしで、昔に撮られたフィルムをレストアしたものだけを編集し直して映画にしたっていう風なものを作っていて、それはちょっとすごいなと思いましたね。やっぱりもうそれなりに知名度のある監督さんだし、あとまあ特撮っぽいような作品をずっと撮ってきてるんで、多分デジタルとかも、もう処理とかにも強いんだと思いますけど、まあそれを活かして昔の記録映像を使って映画にするっていう。最近やっぱりだんだんちょっと戦争の記憶みたいなのがまた薄れつつあるので、っていうほどあの僕も別に戦中世代とかでは当然ないんであれなんですけど、この顔の造形なんか全部鼻が低いな、鼻低いっていうか小さいな。あとまあ角がもうちょい前に、でまあそうやってその知名度のある監督が今のあの液晶だったり IMAX だったりで見るに耐えるようなレストアをして当時の記録映像を見てもらうっていう風な機会を作るっていうのはすごい、なんか社会的意義のある仕事だなと思って。でも多分日本では上映されなかったんですかね。話題を聞かなかったんで、全然。あとなんかあのテネット、今話題のテネットですね。テネットなんか結構、物議を醸しているというか、みたいですけど、見た方いるかな、この中に。例によってパレットを一回拭きますけど、赤い体の部分やっていかないといけないんで、ガーニーさん多分、あ、まあ、これと同じぐらいかな、全体の大きさからすると。ガーニーさんが使ってるパレットも大きさ的には多分こんなもんですね。まあほんとなんかガーニーさんの塗り方は見ててわけがわからない感じで、僕が書いてるとこを見てる人もなんでそういう順番でそういう風に書いてそうなるのかわからんみたいなことをよく言われることがありましたけど、
ファーニーさんの塗り方も、なんでそこに、その色そこに、そんな風に塗っちゃうんだろうって思うことがいっぱいあって。多分それは、根っこの発想が油絵だからっていうのがあるんだと思うんですけど。もうまともに告知を出さないもんだから、だんだんリアルタイムで。っていうか告知を出してないというか、予告も入れてなかったですからね。あ、そうなんですね。テネットはなんかもう、いかにもノーランっていう感じの内容みたいですね。なんかああいう、見てる側の感覚がおかしくなるような映画をよく撮ってますよね。あれとかも結構好きでしたけど、何でしたっけ？夢の世界に降りていくやつ。ヘルボーイなんで、ここで赤を、一回この紙を濡らして、まあ、これ前やりましたけど、ペーパータオルを貼り付けておいて、で、水で濡らして、で、ここに絵の具を絞ることによって、絵の具が乾くのを遅らせるっていう。で、まあ、よく配信で言っている、フレッシュな絵の具を使わないとこう、僕が持ってる感じの厚塗り感にならないっていう話をしてますけど。それを実現するために、ある程度、フレッシュな状態が保ちやすいような工夫ですね。このままちょっと赤すぎるんだけど、いいかな。なんだっけ。アレックス・ロス。アレックス・ロスっていうアメコミのめちゃうまい作家さんがいるんですけど、どうしようかな。はじめにシャドウ入れた方がいいのかな。アメコミのすごいうまい作家さんがいて、まあ、その方は、写真を自分のスタジオで、モデルさんにコスプレさせて、写真を撮ってっていう、かなり徹底して写真資料、写真素材を作ってから作画するっていうスタイルの方なんですけど、で、まあ、本当にもうなんかすごいリアルで、なんだっけ。ロックウェル。もともとなんかずっとロックウェルが大好きで、で、そのロックウェルみたいなペイントスタイルでコミックス、リアルなヒーロー像を描きたいみたいな。感じでそういうスタイルに行き着いたらしいんですけど、まあその方の場合は僕がよく言っている、ペンシラーとかペインターとか、カラリスト、ペンシラーとかインカーとかカラリストとか。で、自分でこうやって絵の具混ぜて色出して、スーパーヒーローみたいなの描いたりとかしてみて。でもこの間、アレックス・ロスさんの絵を見ていたら、意外と、スーパーマンのケープの赤だったりとか、スーツの青だったりとか、あの辺って、なるべく絵の具絞ったまんまの色を使うようにっていう風には、工夫されてるみたいですね。だから、写真見て、写真通りの色を出そうって言って、写真の色に近づけるように頑張るっていう。僕が、最近、写真の模写でやってきたような、ああいう風なスタンスではなくて、やっぱ絵の中でコスチュームとしてのインパクトとかっていうのを、重視して、色決めとか色塗りをやってんだなっていう風に、ちょっと最近、自分で書いてあった、
書いてみた後になって、その作品を見ていてそういうことに気がつきました。ただ、アレックス・ロスさんの場合は、まあ、僕がよく言ってる水彩の場合は上から定山レイヤーみたいな感じで色をかぶせれるのがいいみたいな話をよくしてますけど、割とそういう感じで一回、ディフューズ色っていう物体固有の色ですね、を塗ってから、上から色をかぶせてみたいなやり方っていうのを結構多分、やることによって画面全体の色作りをうまくやってるんだろうなっていう風なこととかもちょっと気がつきましたね。あまり細かく描いても上から赤を入れるから意味がなくなるのかな。かっこいい。もうこのままでかっこよくない?このままでいいような気もちょっと。なんか池袋の IMAX で上映してるテネットが世界で一番興行がいいみたいな話を聞いたような気がします。ちょっと池袋の IMAX 行きたいなとか思ってるんですけどね。IMAX はロマンがありますよね。インターステラーを日本で、公開したとき、どうしてもできるだけでかい画面で見たいと思って、なんかね、IMAX マニアみたいな人とかも結構いて、なんかわざわざ海外の IMAX 劇場までここの劇場がいいっていうところとかわざわざ見に行ったりしてるみたいな方がいて、でまあ日本では大きいスクリーンっていうのはあんまりないけど、成田に ある今どうなんだろう、今池袋の方がひょっとしたら大きいのかな、成田にある IMAX シアターが結構大きいんですよ。でその時はたまたまちょっと時間があったんで、よし、成田まで見に行こうと思って、成田まで行きましたね。広大な宇宙空間をさまよう感じを、ぜひ巨大な IMAX スクリーンで見たいと思って。Thank you, Lee. あ、そうそう、今日最初に話し始めた話が、デルトロ監督が一作二作撮って、その後、別の監督でリブートなのかな?で、役者さんも変わってリブートしてるんですけど、まあ結構、デルトロのヘルボーイが良かったっていう声が多いみたいなんですけど、僕もデルトロ監督のヘルボーイ好きで、なんかボンクラな感じがいいですよね。頑張って働くときは、働くというか戦うときはすごい戦うんだけど、オフの時とかは
オフの時とか、あの、エイブっていう。半魚人っぽいキャラクター出てくるんですけど、ね、そいつと二人でなんかビール飲んで恋話してるっていう何このモンスター映画っていう感じの。ああ、そうだ、今日この間、カメラを置き換えるためにケーブルがいるから、アマゾンでケーブル買ったんだっていう話を前回してたと思うんですけど。ケーブル買っただけにした総額がなんかちょっと、思ったより多い気がするなと思って、何買ったかなって、今日、もう荷物届いてるんですけど、まだ開けてなくて、何買ったかなってずっと考えてたんですけど、ついにナムラの筆を買いましたよ、一本。今使ってるのとそっくりなんだけど、ブランド違いですね。で、値段が10倍ぐらいするっていう。2560円かなんか。これは1本280円の世界堂の筆ですけど。ヘルボーイのリブートにはミラ・ジョヴォヴィッチがなんか、敵側の、すごい強い人みたいな感じのキャラで出てた気がしますけど。なんだっけな、あれも飛行機の中で見たのかな。あんまりしっかりは見てなかった気がしますね。デルトロ監督の作品は小物のなんかデザインが、もうどれも秀逸ですごいかっこいいですよね。やっぱり。特にヘルボーイ2とか僕は結構好きで。白いサラサラロングヘアの悪いやつだったりとか。変の達人みたいなやつ。あのキャラクターもめちゃかっこいいし。あとゴールデンアーミーですね。2作目のサブタイトルは、ヘルボーイ・ゴールデンアーミーっていうタイトルですけど、最後に出てくるゴールデンアーミーのデザインもすごいかっこいいし、よくわからない魔法の機械仕掛けみたいな感じで、ギリ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 って動くんですけど。あとなんか、2作目の、街中で暴れる植物の妖精の王みたいなやつが。怪獣カプセルみたいなやつに入ってて、街の中でそれが大暴れするんですけど、その怪獣カプセルのデザインがめちゃかっこいい。それもなんか不思議な外仕掛けみたいな感じで。ちっちゃい時計みたいなやつが転がった後、カパッと開いて、街を暴れ、回るっていう感じでしたけど。意味あんのかな？やっぱまだ分かってないな。
基本的に完成に至るまで確信を持ってやった作業が、あの作業本当はいらなかったかもとか、あの作業無駄になったとか思うことなく仕上がるっていうのが理想なんですけど。なかなかそうならない。いいな、このぶっという腕が。で、まあ結構結果的にね、楽だからという理由で、模写ばっかり、模写中心になっちゃってますけど、この間電車の中で、顔の、突如鼻が描きたくなって鼻が描きたくなって鼻とか描いてみたら、やっぱり最近結構外国の方の顔の模写をいっぱいしたおかげで顔にちょっと詳しくなった気がします。普通の黒だった気がしたな。赤いな。よし。上シャドウ描くとこ完成です。今、額が10分ぐらいで、シャドウ入れるのが2、30分かな。で、どうすんのがいいのかな。今日は、初めの方にしてたアレックス・ロスの意外とチューブ絞ったままの色でがっつりいってるっていうのを早速実践します。ニッカペインターズガッシュのカーマインを混色せずにそのまま塗ったやつですね。あ、でもやっぱ混色せずに塗った色は綺麗だな。もともと小さい水彩のパレットでよく絵を描いてやってましたけど、あの時にも、パレットを洗わない理由の一つとしては、実際の景色を見て見える色っていうのは、絵の具のチューブの中には、だいたいないので、ちょい黄色とか、ちょい青とか、ちょい赤とかっていう風に、色をちょっと振りたい時に、パレットの上にすでに置いてある色があると、そこから薄く持ってきて混ぜると、それでこと足りるみたいな感じで。それで、まあパレットに色を残しておくのが好きだったんですけど。好きというか必要だったんですけど。まあなんかあんまり個人的な好き嫌いとかっていうことが制作に反映されないタイプみたいで、好きか嫌いかよりも合理的で必然性があるかどうかみたいなことの方をどっちかっていうと重視するんです。気持ちいい。やっぱチューブから絞ったままの色をガーッと塗るのは気持ちいいですね、ポスターから。色がはっきりしてる。
な感じで行ってみようか。無言になっちゃいました。例えばさっきヘルボーイをモンスター映画だって言いましたけど、ヒーロー映画のはずだけど、やっぱなんか怪獣映画なんですよね、ヘルボーイって。その後でデルトロ監督はあれを撮るんですけど、なんだっけ、パシフィックリム。パシフィックリムは怪獣対ロボットですよね。あれもロボット映画だけど怪獣映画ですよね。よっぽど好きなんだなっていう。なんか日本でプロモーションに来た時に怪獣に抱きついてたような気がしますけど。
食が気持ちいい。もうこの感じで完成にしていこうかなと思って今塗り分けをしてるんですけど、いいな、色足し放題だし。絵の具絞ったまんまの色だから。あれ、だいぶ奥になっちゃってた。
ちょっと決断はつかないけど、この方向で行ってみよう。いやでもこのスタイルだったら、日課絵の具さんからもらった60色セットでしたっけ？あれが生きる気がするな。ここから絞った色で、絵の具じゃない、チューブから絞った色で塗っていくっていう。そこを知らなかったんですね。そこは結構キャラクターとして重要なパーツの部分ですね。あれですよ、もともとエンマ様じゃないですけど、エンマ様みたいな、エンマ様の子供で、地獄の王、になる資格があるみたいな話なんですよ、確か。僕もはっきりは知らないですけど。にもかかわらず、地上に落ちて、あんなことやってるっていう、まあ、なんか、あれですよね、デビルマン的な設定ですよね、考えてみれば。新作リブートの方だと、角がある。ハロー、ジョディ。新作の方だと、角のあるヘルボーイが、地獄の王の剣みたいなやつを持って、フルパワーモードになって、そうするとこの角の間に光の冠みたいなやつが現れて、ものすごい力を振るうみたいな場面が、多分ありました。多分です。僕もしっかりは見れてない。
Yes. だからペタッと塗ると、はい、ランチボックス、 It's lunch time in Japan, by the way. Thank you, Jody.このなんか色の綺麗さをなるべく活かしたまま仕上げてみようかなって思ってるんだけど、この面と面の間とかに隙間を残して塗っていく感じは、僕は水彩でよくやってた隣と色が混じり合わないようにするやり方なんですけど、隣と色が混じり合わないっていう以外にも、例えばこういう立方体みたいなものを塗るときに色をつないでしまうよりも、形の印象がしっかり出るって。今日のランチは、I didn't have a lunch today. I ate a winner and baked egg for brunch.これで、この銃の部分はちょっと、暗めのブラウンなんで、さすがに黒をちょっと混ぜて色を作らないと。Yeah, but I also ate、miso soup and、gohan, rice as well. そしたら白いラインを残すことによって物の形が分かりやすくなる。Thanks.
今流れてるプレイリストは、あれの時ですね。なんだっけ。ジョーカーの時に作ったプレイリストですね。I made this playlist、when I painted Joker.I don't have not so much interest in Final Fantasy 16. Is that released for PlayStation 4? No, PlayStation 5, maybe. FF16 のアナウンスがあったんですね。Agreed。Or cross-platform for PS4 and PS5. Yeah, that was not expensive, as like people expected.PS5 思ったより安かったですよね。多分また5年ぐらいかけてペイするみたいな考え方で値段をつけてて、現時点だと結構多分赤字商売だと思うんですけど、ハード売っても。プレイステーション4世代で結構、なんかゲームの映像表現が海外のスタジオとかもだいぶこなれてきたし、ソニーコンピューターエンターテインメントの、エクスクルーシブのタイトル作ってる、ラストオブアス2、とか、I'm interested in now. I love medieval fantasy. かなりガチの中世っぽい感じ。らしいですね。そうか、今回プレステ5の発表の時に、なんだっけ、ゲームショーとか CES だっけ、なんか世界の有名なゲームショーいくつかありますよね。ああいうやつを配信とかするときは結構チェックするんですけど、今回現地開催みたいなのなかったんで、多分僕がチェックが漏れてるんだと思います。
I was a huge fan of Final Fantasy XV, but the Final Fantasy XVI really caught my interest. Me too. Ship battles in Star Wars, so I'm hoping Star Wars Squadrons will be like the old Rogue Squadron games. I've never played Rogue Squadrons game. どんなやつだろう。道具っていうのはならず者って意味です。なんか今日書きすぎない感じでなんか落としどころを見つけてできないかなと思ってんだけど、もうなんか このぐらいから最小限でいきたい。 It was Nintendo 64 usually piloting the ships like X-Wing, A-Wing, Y-Wing, Millennium Falcon, etc. It was so good. I've never had Nintendo 64. Nintendo 64 持ってなかったですね。これこのままで結構かっこいい気がするんだけどな。もちろんまだ塗っていきますけど、今日はなんかやりすぎずに、やりすぎにっていうか、いつもみたいな塗り込みをしない感じで。 I've always been needed one. It's pretty cool if you want to try looking up a video game, a video sometimes.It's for the early 90s, so probably doesn't look as good and, as good as in.
Out of all my consoles, the Switch is my favorite. It was sad it's ill for quite some time. I was a Sega fan in the early history of the game consoles, by the way. 僕はね、セガファンだったんです。セガファンだった理由は、ソフトが出る本数が少ない。少ないんだけど、ハズレは少ない。お小遣いが少なかったので、っていうか使えるお金が少なかったので、セガのゲーム機を買って、つぶよりのゲームだけを遊ぶっていう風な、スタイルでした。だいぶいい気がする。アウトラインの弱いところを線を入れてって、それから背景を塗って、みたいな感じの塗りに今日はしていきたいなと思ってるんですけど。It's getting really late here, so I'll be heading to bed. Hellboy is looking amazing.Hope you have a good rest of your day and good night everyone. Thank you for watching me and have a good night. 遅いからもう寝ますっていう話。カメラが遠いんだよな、これ。あれ、固まった？大丈夫？あ、もう寄れない。カメラが寄れない。もうちょい寄ろうかなと思ったんですけど。寄れない問題は何とかしたいよ。カメラの位置をもうちょい前にするとかしか多分ないんだけど。
ちを寄りたいんだけどな、今顔描いてるから。それを考えるとちょっと今のカメラ位置難ありだな。ソニーのやつは200ミリぐらいまでの望遠ができるんで、カメラ置き換えるともうちょい寄れるのかな。あんまりでも変わんないんですよね。今これは iPhone で撮影してますけど。いや、赤鬼だな。こんな感じになってます。電車つけてどのぐらいかかったのかな？顔のやつですよね。顔のやつの顔の部分だけだったら、多分。15分とか20分とかだと思いますけど。ちょっと深めに塗り込むのに時間をかけました、あの時は。変装符ではすごい細かく描けるのはいいんだけど、臆病になるところがあって。綺麗に描けるんだけど、綺麗に描けたなと思っても、後で見るとなんか、臆病な感じになってて、こうビクビクしながら引いた感じが出ちゃって、まああんまり良くないなと思うんですけどね。
あ、やっぱこの方がいい感じの線が引けるな。輪郭線入れない方がいいな。30分もかかってないかな？わかんないですね。乗り継ぎとかもあるんで、じっと電車に乗ってる時間ってそんなに長くはないんですよね。全部合わせて、4、50分ぐらいかな？乗ってる時間が。あ、ありがとうございます。だいぶね、理解が深まりましたね。特に目の、周りとか、あと、ほっぺたの頬骨のあたりとか、あ、突如鼻が描きたくなって、描き始めたんですけど。赤だけでやろうかと思ったけど、物足りなくなってるのが塗っちゃいましたけど、というよりも黒だと強すぎるんで、これで線を引いていけばいいのかな。つい塗っちゃうよな。影色を持つとつい塗ってしまうよな。なんか描きすぎたな。漫画っぽくなったな。
ああ、下手に水の混ざった赤で塗ると、この絵の具が流れていっちゃう。もうちょい乾いてからやった方がいいか。難しいなぁ。やっぱ、情報量減らすなら減らすでも、なんか、やっぱ思い切って、足りてないなっていうぐらいのところにしとかないと。言ったのかどうか乾かないとわからないって。あ、目の中ちょっと入っちゃったな。色が。色のベタ面を活かしてっていうことだったら、あんまり細かくディティールとかも入れすぎない方がいいのか。まあ一回これで乾かさないと、わかんないんで、このまま。一回乾かして、その間に背景を、ね、腕の向こう側のこの部分は腕なんだな。ヘルボイって片腕だけめっちゃ腕が大きいんですよね。で、この部分は腕っぽい。写真見てて何があるんだかよくわかんないっていう見え方の場合があるんですよね。まあでも、いい感じかはわかんないけど、さっき描きすぎたかなって思った線は、ちょっと潰れました。最近パンチのある色で、ポスターカラーを使っているから、ポスターカラーのパンチのある色を使いたいという気持ちもちょっとあったりして。例えば、ガーニーさんが新しいビデオでスーパーマーケットの中で奥さんがお買い物してるとこ写真を撮って、その写真を元に描いてるっていうやつがあったんですけど。このビデオをアップした後、同じスーパーに行って、ショッピングカートの上にイーゼルを広げて、描いてみたみたいなやつを載せてて、それはさすがにダメなんじゃないのと思いましたけどね。自分の使ってるショッピングカートの上に広げたからといって、店内でイーゼル広げて書いてるっていうのは、どうなのかな。
菅の俺もダメだろって思いましたけどね。カートの中に三脚を立てて、その三脚にイーゼルを固定してるんです。ああ、今思ったんだけど、やっぱりこの完全にフラットなところで絵の具を作るとなると、たくさんの量の同じ絵の具、同じ水の溶き具合の絵の具を事前に用意するっていうにはやっぱり当たり前だけど、今一つ適さないですよね。水をたくさん入れると流れて広がってっちゃうんで、ちょっとあまりこうなんか、中央な緩さの絵の具をたくさん作っておくっていうのができない。ちょっと戻りますけど、徹底して観察して模写するのってすごい得るところがあったりするので。まあ結局、とにかくスケッチしろって言ってると大して変わらないんですけど。ただ、本物見てスケッチする場合と、写真見てスケッチする場合は、違うところがあって、写真に撮ると、光の振る舞いが人間の目で見る以上に克明に、わかるので、ここは違うところなんで、違う練習としてやると、また新しい発見があったりっていうことが結構たくさんあると思います。特に金属質なものってどうやったらうまく描けるんですかってよく聞いてくる人がいるんですけど、金属質なものをうまく描けるようになるには、すごいクロームのピッカピカの映り込みのあるような金属とか、ああいうのを模写すれば、どうすれば金属らしく見えるのかっていうことはわかると思います。まあそれ以外、メタリックだったり、プラスチックだったりとかっていうのが知りたければ、それを、自分がなんかこう、発見したなって思うまで、書くっていうのがいいと思います。だから何か自分が知らなかった現象とか見え方とかを発見するっていうことが目的なので、
漠然とコピー機になった気持ちで右から左に移しますっていう風になっちゃうと、多分練習の効果が低くなると思うんですけど。でも僕は最近なんかやってた結果、気がついたらこういうことを分かるようになってたとかみたいなことの方が最近は多いですね。で、難しいのがですね、絵の描き方を教える場合に、こういうことをするとこういうことが学べますって言って、これはこうで、あれはああでっていうふうに、やっぱり、ちゃんと教える場合はそういう教え方される方多くて、それはそれで全然ありだと思うんですけど。だから教えてもらって、頭でなるほどって思ってそれで終わっちゃうと、結局本人の技術には結びついていかなかったりすることが多いんで、まあそうやって座学って言うんですけど、実践せずに聞いてお話をお伺いするっていうだけのやつは、それは人がやったことから得た経験を人から聞くだけなので、それが自分の実践に役に立つ技術になりたいと思って聞くのであれば、やっぱりその聞いた話の意味を考えて実践するっていうステップをどう考えたって入れないと、自分の技術として使えるようにはならないんですけど、この実践の部分がなかなか伴わなかったりしたときに、結局教えたやつの教え方が下手だっていう言い訳ができてしまうのでまあそんなひねくれたことを考えてるのは俺だけかもしれないですけど、教わり方が悪いとかね、そのこの勉強法自分には合ってなかったんじゃないかとか、いろんな可能性がその自分で学ぼうとして自分でやった場合には出てこない、何かのせいにできるっていういろんな可能性の幅が広がってきちゃうんで、だからまあ僕の場合は自分でスケッチして学べたことを基本にするっていう風にしたところがあるんですよね。まあ、どっちが先かあれですけど、スケッチを始めた時にはそういう風なことまで全部考えて始めたわけじゃないです。まあ、それを僕がスケッチを進めている理由ですね。
やっぱ発見した時にすごい嬉しいから、自分がやったことが意味があったっていう風な気持ちになりやすいですしね。先にネットで答え調べてからプレイするゲームみたいな感じになると、発見した喜びみたいなものが薄れると思う。すごいね。なんかカメラに映ってる映像だと、色が飽和して、線とかが見えてない気がするんだけど。なんかね、この部分とかちょっと情報量が足りてない気がするんだけどな。やると余分だったりするんだよな。どうしよっかな。もうこれで完成しようかな。今日早かったね。1時間47分。まだ2時間経ってないですけど。今日これで完成にしてみようかな。こんな、多分今、ズームがいっぱいになってんで、画質がちょっと荒くなってんじゃないかと思うんだけど。オートフォーカス。オートフォーカスとホワイトバランス。こんな感じですね。これはこれでいいんじゃないの？ と思うんですけど。今日こんな感じにしとこうかな。ズームインとズームアウトを間違えると自分が映ってしまうっていう。多分これはこれでかっこいい気がするので、今日はこんな感じにしようと思います。目の中のところにね、ちょっぴり赤がはみ出しちゃったんで、ここだけちょい直して、完成にしようかな。ただちょうど2時ぐらいで終わりになると思うんで。あれ？ホワイト。リアルに描くのも楽しいんですけどね。ずっとそれやってると、飽きるというか。細かいとこハイライトを入れ始めたりとかするとまたやっちゃうんだよな。またやっちゃったな。この鼻の頭は余分だったな。やっぱこのほっぺたのあたりをさっき平筆で吐き直して、で、線をちょっと下に埋めたんだけど、下に埋めた瞬間はなんかすごく上から濃いく赤を乗せちゃった感じに見えるんだけど、しばらく経って乾くと、
その、初めに塗った色合いと、そんなに大きく違いがない感じになってるんで、ここはうまく失敗しなくてよかったなと思いますけど、色数少なくして色のインパクトを出すっていうのも嫌いじゃないんですけど、あんまりやる機会がないんですよね。まあ、この辺とかもちょっとラフめに描いたりとかっていう風にしてみました。でハイライト白で残してます。よし、じゃあこれでサインして終わりにしようかな。今日かな、今黒で最後黒で描いちゃおうかなと思ったんだけど、9月27日出るかな、これちょっと怖いな。すっごい細い線が描けるときもあるんだけど、すごい太くなっちゃう場合もあって、今の筆だとちょっと怖いんですよね。で、まあ、今日言ってたナムラさんの筆、新しく買ったんだけどっていう話をしてましたけど、ナムラさんの筆は、すっごい細かいとこまで描けるみたいですけどね。この筆で。この感じの筆ですっごい細い線まで描けるっていう、線とか点とかまで。感じで、すごい。あ、今ちょっとミュートして咳をしてました。まだ喉がおかしいや。で、これ今日届いた Amazon の箱なんだけど、この中にナムラの筆が入ってるはず。
Yes, thank you. よっ。これだ。これがナムラさんの筆ですね。なんて言うんだっけ？なんて読むんだったっけな、これ。特選、東に、紅っていう字ですね。見た感じ、そんなに今使っている、世界堂の筆と、そんなに変わらない感じですけど。I bought a new brush made by Namura. Namura is very old brush factory in Japan. でもこう先の感じがだいぶ違いますね。I think the tip of the brush is quite different. This one is more slim. まあ糊がついてるからっていうのもまだあると思いますけど。これちょっと次回使おうかなと思ってます。あとはなんか USB の、デバイスがちょっとおかしいっていう話してましたけど、USB 3.0 の7ポートのハブを買いました。でも基本的にこういうやつってたくさんつないでも問題ないはずなんですけど、中途半端なメーカーのやつ買うと複数台のデバイスつないだときに、例えばハードディスクとか書き込みに失敗したりみたいなことが起こったりするっていうことがあるみたいですね。で、これの場合は、AC が接続できる。これ多分 AC アダプターかな。AC アダプターが接続できるようになってんで、バスパワー使うやつとかでも、まあまあ早い充電もできるし、バスパワー使いやっても大丈夫っていう風になってるみたいで、まあ一番ポイントはこのメーカーで TP リンクっていう会社は通信機器を割と作ってる会社で、で、まあ、信頼性が結構あるだろうっていう話で、これをちょっと買いました。これでちょっとつなぎすぎデバイスを整理して、安定性に貢献するといいなっていう。あと USB ケーブル。これは確かタイプ B。ですね。タイプ A からタイプ B に接続するやつで、なんか4本入りで 0.5 メートル、1メートル、2メートル、3メートルっていういろいろついてるっていうやつですね。これを使って、ソニーのカメラを PC に接続しようかなと思ってるんですけど、あとこれは Amazon Basic の、タイプ A、タイプ C のケーブルか。1.8 メートル2本買ったんですけど、これはいつも使ってるポータブルハードディスクを接続するように買ってみました。っていう感じで、いろいろ環境を整えようと思って、用意はしてるんだけど全然進んでないっていう。で、まあ進んでないまま、来週1週間は、多分、外で仕事をする感じになると思うので、来週は、配信はお休みかな。月曜日とかにちょっとテストをしてみて、多分ね、YouTube をスマホからだけの配信っていうのができるようになってると思うんで、スマホだけ使って配信ができてれば、ホテルからとかでもできるかもしれないです。ちょっと心配しちゃいましたって言ってますね。ミュートが手元のスイッチがなくなっちゃったんで、今こうピンマイクにしちゃってから手元のスイッチで音が止められるっていうのがなくなっちゃったんで。
LINE があんまりない方が良かったな。 LINE 書いちゃったけど。この辺もちょっと潰しちゃおう。乾くと色が浅くなるっていうことがわからないと、なんかね、塗ってて不安になるんですよね。水彩の場合、こうやって重ねて塗っちゃったやつって、色が一段濃くなるので、まあ前から言ってますけど、定山チックな色の重なり方をしていくから。今この画面で見えてる、こう塗ったところがちょっとだけ濃くなる感じが、そのまま最後の絵まで、ああ、しまった、ここ汚しちゃった。あんまり筆で撫でないようにして上から乗せる感じで色をつけるといいんですけど、入っちゃうと色が、下の色が動いて汚くなっちゃうんですよね。はい、そんな感じで今日はこれで終わりにしようと思います。Thank you for watching today's streaming. I think it's finished.And due to the job schedule, I'm not certain I will do live streaming, in weekdays, in the next week. So, if I think I can do that, I will announce on my SNS account. と、来週できそうだったら SNS の方で告知をしますので、よかったらまた見ていただければと思います。どうしよっかな。お休みにしようかな。一週間休むとだいぶなんか、気が抜けてしまいそうな気もしなくもないんですけど。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。お疲れ様でした。まだ日曜日続きますけども、良い一日を。さよなら。Thank you, Jody. Thank you for watching. Have a nice day and good night. Bye bye.